ックスの元ベーシスト泰治さんが、ええ、まあ、サイパンで自殺を図られて、まあ、結果亡くなりましたよね。そうなんですよね。で、2回インタビューされてるんですか、はいはい、過去に。やってます、ニュース読んでびっくりしちゃったな。唯一接点ある人ですからね、僕 X 関係で。あ、そうですか、そうなんですよね。まあ、話した方がいいですかね、この、どういう経緯だったのかとか。そうですね、今月11日ですね、はいはい、サイパンに向かう飛行機の機内で窓叩いたりキャビンアテンダントを蹴るなど暴れたため現地警察により逮捕で、拘束中ベッドのシーツを使って首吊り自殺を図り病院に搬送、集中治療室で治療を受けていたが意識不明の状態になり、で家族やコネクションが現地に入り、自力で呼吸できない状態だったので、まあ、生命維持装置外され、そのまま帰らぬ人となったという45歳ですね。まあ、86年に、X に加入して、この紅でメジャーデビュー。で、92年1月の東京ドームの3デイズを最後に X を脱退。まあ、実質的には開口ですね。その後、ラウドネス、DTR を経て、去年、タイジウィズ・ヘブンズっていうのを結成して、で僕、まあ、2度インタビューしたことあって、まあ、1度目が2005年に雑誌でインタビューで、はい、2度目が去年関西テレビで放送してたプロインタビュー吉田豪の元〇〇な人々っていう、それのゲストで出ていただいたんですけど、もともとインタビューしたのはその著書がすごい衝撃的だったっていう、はい、タイさんの伝説のバンド X の生と死っていうのを徳間書店から2000年に出してるんですけど、これがまあ、びっくりしたんですよね。すげーっていう、まあ、X 時代の豪快な話からその後の大変な話までをまとめた本なんですよ、この89年に X がこの紅で優先放送大賞で新人賞をもらう前に器物破損で逮捕され何日か拘留されたとか、大阪城ホールでのコンサートの前日一人で行動していた時に喧嘩をしてしまい窓ガラスをぶち破って腕を14針も縫ったのにモルヒネを打ちながらステージに立ったとか、X の代替については脱退については当時の公式発表では音楽性とファッションの違いっていうすごいぼんやりした理由を出されてたんですけど、著書の中ではこう書いてるんですよ。直接の原因は金なのだと思う、常日頃から印税は平等に5等分すべきだと主張してきた俺の存在が鬱陶しくなっていたのかもしれない、ある日ヨシヒからやめてくれと首を宣告されたのだ、なかなかシビアな、シビアですね、生々しい話ですね、その後は、まあ、X 辞めたからというものを俺の人生は落ちていく一方だった、プライベートでも仕事でもあらゆる問題が一気に俺の元へ押し寄せ、その大波を押し返せずにしぶきとなって全て俺に降りかかってしまったのだ、理想と現実のギャップとでも言おうか、その頃の俺は自分を見失うほど荒れていた、ついには最愛の妻からも見下り犯を突きつけられ帰る家も失ってしまった、でその結果ギターとリュックだけ担いで家飛び出して、で上の公園にたどり着くんですよ。で蛇口がない水道をペンチでこじ開けて水浴びする、まあ、ホームレス状態になって、で日々痩せ衰えボロボロになって、で17歳で家出たからずっと疎遠になってたお母さんの元に向かって、お母さんに親子の縁を切ってやるからお金をくれって言って、でその金でアパート生活始めてもそういう状況から抜け出せず、俺は毎日いつ死ぬかと思いながら暮らしていた、実際に川へ身を投げたこともある、でも結局死ねなかった、死ぬかもしれないと思った瞬間俺は必死に泳いでいたのだ、でそんな時に92年にヒデさんが亡くなるわけですよ、はい、X の、で葬儀で久しぶりにメンバーと再会で、俺はというと病に侵された体を借り物の喪服で包み、なんとか記録だけで参列できる状態だったのだ、しかも見知らぬ男に角材で殴られていたため顎が重いように動かない、前歯が4本もないといった見るも無残な姿だった、おそらく情けないと思ったのだが、久しぶりに再会した YOSHIKI は後日2人で会う約束をし、何も言わずに歯と顎を治すのに見合う分のお金を出してくれた、大金をポンと出してくれたのだったっていう、見知らぬ男に角材で殴られていたため、なかなかそのシチュエーションもない、ないですよね、見知らぬ男と角材がセットであるって子供ってなかなかないですもんね。で、まあ、当時お酒の飲みすぎて肝臓ボロボロ で心の病にもかかってて、その後緊急入院で病院で精神病棟の患者をボーカルに据えたバンド組んだりを経て、必ずや俺は生き返ってみせると前向きに宣言するところでこの本が終わってて、これ2000年の本ですね。それが2000年です、で僕が取材したのがその5年後2004年ですね、でびっくりしたのが、まあその取材しようと思って調べた時点で驚いたんですが、まあその日の泰治さん松葉杖ついてきたんですよ、実は直前にバイク事故に遭ってて左足首の靭帯を断裂、医者から再起不能と言われて音楽もやめようと思ってたっていう、それぐらい自暴自棄になってて、でも周りの人たちに支えられて復活、
でようやく立ってベースが弾けるようになってきたんですよって言ってた頃だったんですよ。でその時もなんかカフェの3階とかでインタビューの場所指定されてて、向こう側から階段も急なんですよ、でベース待ちってるんですけど、あのベース待ちましょうかって言ってもいいから自分で上がるからっつって一段一段上がってっていう状態で、でまあインタビューでもまあ幼少期に腎臓の病気で死にかけたっていう話から始まって、まあ、体が弱いのにガキ大将で、まあ、スポーツが得意で登り棒が好き、高みから見下ろしたいから登るっていう、音楽に目覚めたのは小2の頃、お父さんからクラシックギターで禁じられた遊びを習って3年になるまで弾けるようになってみたいな、まあ、そういう目の前で弾きながらっていう感じで、もともと手先が器用で、まあ、料理もそうですよねって言うと大地さんが笑いながら本読んできたんですかって言われて、そう、そのこの X の生徒氏にも料理好きのエピソード出てるんですよ。俺の好きな料理人にドサンジンという人がいるとか。まあ、まあ、ハイエンドですけどね、そこね。随分ね、あの本格的に料理を研究した人で、そうなんですよ。あのその後バンド組んだ時も、なんかね、海外でもあのちゃんとしたラーメンを作りたいと思って出汁から作ったりとかしてるとか、いろんな話聞いたんですけど、たまにインタビュー X 時代の話になって、でまあ、ヨシキさんに誘われて X に入った後、一旦辞めてから再加入してるんですよね。その時酔った勢いでお互い殴り合って抱き合って泣いたっていうね、まあ、これでスッキリしようっていうことだったんですけど、まあ、ヨシキさんが結構そういう竹を割ったような性格してるんでっていうことで、でそんな X が勢い増したのはヒデさんが入ってからと、ヒデが入ってから曲調がガラッと変わってアレンジもするようになった、で紅を代表曲にしようということで、あの2人でアレンジ加えていってっていう、で当時のステージ賞は大地さんが作ってたんですよ。あ、作ってたね、器用な方なんですね。そうです、あ、なんかね、なんか銀のパイプとかついてたその初期の X のサイバーパンクの衣装は大地さん作で、で奇抜なヘアスタイル作ってたのも大地さん、あの髪立たせる係だったんですよね、メンバーの。ああ、なるほど、すごい器用な、でもな、男のそうですとかね、吉木さんの男とかね、まあ、フロンガスは地球に良くないですからねって当時の、あって今のダイエスプレーはノンフロンなんで大丈夫ですけどでずっとやったんですが、知らなかった、自分のやる時間がだんだんなくなってきて、みんなも自分でやってくれってね言うようになったとで当時の給料についても、まあ、最初に曰く下世話な話になっちゃいますけど、最初は月額8万円でだんだん上がっていく、でバイオレンス話も聞いても、あの大地さんは喧嘩が強いっていう伝説がありますよねって聞いたら、僕ね喧嘩が強いんじゃなくて、ただ喧嘩が強いというかよく喧嘩してたなっていう、まあ、負けたのは一番最後に顔面骨折して角材でやられて、それで手術したんですねって、それから喧嘩しなくなったと、顔面殴られてからプレート入ってるんで、そこからおとなしくなりましたっていう、その最後のあれですね。で僕が聞いた話だと、飲んでて店を破壊して180万円ぐらい弁償させられてから飲むのやめたって聞いたんですよって言ったら、それは新人賞か何かの時に器物破損というか、まあ、暴れちゃったんですね、店3軒ぐらいぶっ壊しちゃってって言ってて、ひどい暴れよ。まあ、X のそういう話はいっぱいありますよ。でも当然聞いてた、あのいろいろホテルからね、あのテレビを放り投げたとか、窓からとか、そんなにいっぱいありますね。酔っ払っちゃうんですか。 X と光源氏はすごかったっていうのはね。光源氏もそうだよね。また食堂組合って、ね、部屋が狭いからちょっと壁壊そうとか、そういうことができてたのっていうね。そうなんですよ。で店破壊したら捕まりますよねって言ったら、捕まりますね、24番って呼ばれてましたからねって。え、何24番まあね、あのちょっと捕まると番号で呼ばれますから、ね、ああ、そうかそうか、そうです、ね、70って番号 で、で大阪城ホールのコンサート前日上で14ハール乗った話、あの縫ったって話で突っ込むと、あれ僕が連れてる彼女をサラリーマンがナンパしたもんで、それでやってしまったんですねっていうね、本当よく怪我しましたっていう。で、X の脱退については、そのまあね、3 days 東京ドームの終えた後の脱退、それ、大地さん曰く、デキレースの予定調和だったっていう、本当のこと話すんだったら、今度また本出そうかなと思ってるっていう、暴露本じゃないけど、自分なりの意見で肯定的なことで書いていきたい、前回のがあまりにも自分の小さいこととかばっかりだったんで、ちょっと青年期のことも書いてみようかなって、で、実際に書き始めてはいて、とも言ってて。で、X 脱退後、まあ、重度のうつ状態だった頃の話とかも全部聞いて、まあね、この今、体も大変な状態になってるとか聞いた上で、今までで一番きつかった時期っていうのはどの辺ですかって聞いたら、X 辞める時が一番辛かったですねって言ってて、なんか本当にそんなに、大きかったんだなっていう。で、インタビューの終盤、まあ当然その後のバンドの話もいろいろ聞いたんですよ。で、そしたらマネージャーさんに、タイジさんのかなり X 寄りな話になってるんで、 X だけじゃなくて DTR や今の現状も聞いてくださいって言われたんですけど、タイジさんが、いや X の話は面白いんだよ、実際みんな聞きたがるとこなんだよって言ってくれて、何でも聞いてくださいって言って、
本当に何でも答えてくれて、うん、でインタビューの最後に僕聞いたのが、あの以前 YOSHIKI さんが胎児がいなくなったら多分 X はダメになっちゃうって言われてたんですけど、それについてはどういう思いですかって聞いたんですよ。そしたら彼が以前僕と再会した時にヒデの代わりをしてくれないかって言われて、その時の答えをまだ出してないんですね。だから可能性はゼロではないです。僕は彼が望むんであれば前向きに考えたいなと思ってって言ってて、で時間がかかるような気がしますねって言ったら、だと思います、そう信じてますっていう、まあ、実際まあね、その亡くなる直前に YOSHIKI さんとも和解して、まあ、X のステージに一回立ったこともあったんですけどね、まあそういう流れだったんですよ。でこういう感じで取材終わって、でこのインタビュー連載をまとめて単行本にするって話になった時に、でタイさんのインタビューを載せたいって言ったら、向こうサイドの答えが NG だったんです。今新しいバンド組んでるから、バンドのメンバー全員でインタビューを受けて今の話を聞いてほしいって言われて、でもそのいろんな人たちに過去も含めた話を個人で聞いてるインタビュー集だから、それを認めちゃうとおかしくなるからっていうんで、単行本は掲載できなくなっちゃったんですね、結局。でそういう流れがあった、まあそれは仕方しかないと思ってたんですけど、そんな中で去年関西テレビのその元〇〇の人々にタイさんがゲストに来ることになって、この番組のコンセプトはその元〇〇って肩書きのゲストに対して、その生い立ちから何からその全部聞くっていうもので、で出てもらったのはそのモーニング娘、ね、元モーニング娘のカゴちゃんで、元ウィンクの鈴木幸子さん、元 AV 女優って肩書きでほのかさんとかで、タイさんには元 X のベーシストって肩書きで出てもらって、当然だから X の話中心になるわけですよ。はい、大丈夫なのって思って、あ、そうか、X の話はしてほしくないから本人載せちゃダメって言ったんだよね。そうです。で、そういう流れでよく引き受けてくれたとは思いますけど、でもどうなるかは分かりませんって、僕その事前に僕のコメントも取られたんですけど、そういうふうに言ってたんですよ、はい、あのその通りの展開になりまして、あ、そうだったんですか。あの番組ちょっと某動画サイトでもアップされてるんで見た、で今 DVD も出てるんで見れば分かると思うんですが、僕が X 時代の話をすると、前のインタビューでは笑いながら話してくれたことも全然話してくれなかったですね。その X のメンバーのバイオレンスの話を振っても知りません。タイさんも相当ありましたよねって聞いたら、ないですよ、優先放送対象の時に3件ぐらいぶっ壊したって話も噂が立っただけじゃないんですかって、大阪情報の話も全然覚えてないです、X は誰も喧嘩してないんですかって聞いたら、してないですよ、知りません、給料の話も YOSHIKI に聞いてください、俺に聞いてもわからないですから、 YOSHIKI さんにヒデの代わりをしてくれないかって言われた話も、それはないですよっていう、明らかに X 時代の話はしたくないってモードなんですが、これ、あのインタビューに収録2時間なんですよ、はい、で早々にこういうことがはっきりとしてこれをどうやって持たせるんだろうと思って、当然今のバンドの話とか今アクセサリーとか作ってるんで、そういう話も聞いてたんですよ、もう聞かなきゃ番組成立しないんで、そういうこと聞きながら探り探り、また昔の話とかも掘っていくと、あの途中で中指を立てられるという、怒っちゃった実態、あの冷静に一瞬立てて、で対戦役今やってることが楽しい、足の怪我を乗り越えて今頑張っていることを話したいっていう状態だったんですけど、まあ正直僕その時は本当だったらこのオファー断ってようと思ったのは確かに事実なんですけど、まあそういう状況で、まあ取材は終わり、まあでも DVD にもなって、でまあ本当この後も前のインタビューで聞いたことが全て否定される展開が続いて、で前に今までで一番きつかった時期を聞いたら、 X 辞める時が一番辛かったと言ってましたよねって振ったら、それは辛いですよ、なんでってことになりましたよね、なりますよねってことで、そこは否定せずに喋ってくれて、やっぱ想像以上に X のことを引きずってたのは間違いなくて、辞めたけれどもどんどん向こうが大きな存在になっていくことの複雑さというか、X を辞めた後 X は X ジャパンになって、ね、まあ、どんどんすごいこう売れてっちゃったっていうのを見てたわけですもんね、まあね、辞めたくて辞めたんじゃなくて、まあクビになったっていう感覚がやっぱり強かった、思い入れもものすごい強いし、まあラドネスとかも大好きなんだけれどもっていう、でもまあでまた今回ねこういう風になって、僕も結構複雑な思いをしたのが、あのいろんな週刊誌の人とかが僕のところ電話かけてきて、聞かれることがすごい嫌な感じで、テンション下がるんですよね、あのやっぱタイさんは晩年不遇だったんですかとか、それは僕が答えることでもないし、まあ記事としては、スーパースターのバンドのメンバーが最後寂しく死んでいったみたいな記事にしたいから、そういう話を郷さんに聞きに来るってことですか、なんかね、活動アンダーグラウンドになってたけども、別にそれ自体はね不遇がどうかじゃないじゃないですか、タイさんの方は多分本当にコンディションですよね、
体の調子良くない薬とかいろいろ飲んでて、で取材中も本当ずっと手も小刻みに震えるし、動脈も回らない状態で、そっちがしんどかったのが大きいと思うんですよ、多分、うんうんうん、だから本当にこのインタビューの時も一旦休憩入って、あの喋りちょっと危うい状態だから、ちょっとビール飲んでもらったりとか、そういうぐらいの状態だったんで。